僕バーベキューって言わせて、この後半で出る屋敷も一緒に行ったんですけど、山沿いから夜突然電話かかってきて、明日何してる？で、明日ライブ夜で1本だけだと。じゃあその前にバーベキュー行かないかっつって。で、俺バーベキューで一番嫌なのが、その段取り悪いのが本当に嫌いなんですよ。もう本当に。だからもう俺じゃあ行くと、山沿いに、うん、行くから、もう食材とかはもう俺が用意していくと、うん、もうだから前日の夜にお肉と野菜買って、もう、うん、もうバーベキュー場で包丁使いたくないから、分かる分かる、野菜もカットして、うん、もう肉も本当、俺本当はタレも持っていきたくないですよ、焼肉の。だからもうタレに全部漬け込んだの、肉を。おー、いいね。もう豚肉は塩だれ、鶏肉はバジルとかレモン塩だれとか、めちゃくちゃいいじゃん。で、牛肉はもう切って、うん、もう甘辛いタレに入れてみたいな、うん、で、全部もう1時間2時間かけてやって、朝行って、で、俺これ絶対言われると思ってたんだけど、俺本当にスーパー2軒はしごして、タレと野菜と肉で本当に9700円ぐらい買ったのよ。だから6人分よ。いや、まあそれぐらいかかるでしょ。1人1500円って考えたらさ、全然いい、安いぐらいじゃん、酒抜いて。安いなのに、もう今までの人生の俺のせい、絶対そんなしてないやん、山沿いに。同期からその金がみんのやめようやつ。来た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 。いや、バーベキューの話。いや、今ちょうど、はいはい、余裕で1万いくって。いや、行く行くの、うん、分かってないんだよ、こいつが。食材とかちゃんと買ったことないから。こいつはすごい男やで、大すごい弟。何、ほんまにそれぞれね、先輩同期が俺とタクと増田やったから、3人だから、もちろんあの後輩分とか全部を3等分しようっていうのがあるやん、今年もです、もちろん、うん、ほらこいつが野菜と肉で9500円かかったの。いや、だからでね、9700円食べた分、ね、豚と鶏メイン、牛ちょろっと野菜でも、俺はそカットしてくれた野菜とかめちゃくちゃ嬉しかったよ、うん、みんながたくさんありがとうございます。もう楽だしね、 それやってくれた。で、漬けにしてくれたことによって、うん、味も染みるし、柔らかくなるし、美味しかったよ、うん、最高やん。で、タクありがとう、美味しかった、たくさんありがとうございますってみんななってんけど、ちょっと待てよと。漬け別にお願いしてへんしな。何を勝手にその肉漬け込んでんねんっていう気持ちが出てきて、あれ、タクがそんな先輩もいい日に同期と後輩だけのバーベキューにわざわざ肉を漬け込むかねって思い出して。俺はそれやるタイプで、それをいろいろ辿ってったら、そのレシートとか捨てたから9700円、ほんまに9700円って言い出したことがよぎってね。で、その普通に肉を持ってきたらさ、そのスーパーの肉のバーコードが入ってるやん。で、それはでも肉漬け込むことによって容器が変わってる。あれ、待て待てよ、あれ、犯人の動きとしては確かにお金をよぎらせへんためにやったら肉を漬けるんが一番やん。そう思うなって思ったよ。アホか。だからこいつは多分6000円ぐらいで揃えたやつを肉を漬け込んでバーベキューみんなとめちゃくちゃ楽しみにしてたよっていうのを装ったら、うん、3700円多く取れんちゃうかと踏んだんじゃないかと、うん、そうなって、なるほどね、昨日1日過ぎたわけです。何にも分かった。いや、まあ、でも、はい、6人分でバーベキュー肉と野菜買おうと思ったら、うん、1万円ぐらいはする。俺、なんやったら、うん、牛メインにしたら1万5000円ぐらいしちゃうか、うん、する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 ね、それは分かんない、うん、俺ね、だから、うんうん、そのあんまり買い物し慣れてないスーパーでこう買う、うん、野菜だけでも2000円ぐらいしちゃうよね、する、トウモロコシだんだんこうやって買ったらさ、バーベキューに合うやつ買ったら、うん、すると思う。だから金額は嘘ついてないと思う、うん、ただ、うん、カットしてパックに入れてきたわけでしょ、うん、カットに入れてくるから家に次の日の自分用は置いてるね。それは間違いない。それは間違いない。置いてない。